おはようございます。たかしです。本日は10月25日水曜日、ただいま8時6分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員と同じなので、使い勝手の良い方で有料投稿を効率的にご利用ください。またノートでは有料投稿の単品販売もしていますので、選択肢の幅が広いのも特徴です。それではまずはポンド円の日足からやっていきましょう。昨日の日足、結構大きめの陰線になってきましたよね。一昨日が強く上昇したんですが、昨日はそれを行ってこいで打ち消してきておりますので、現在は GMMA の青帯付近でどちらに動くのかがわからない状態に再び入ってきました。基本的には GMMA のこの青帯っていうのは収束して横ばいになってますので、レンジです。上がったり下がったりと分かりにくい動きをする、そういう日足単位での動きの中にありますので、上昇したり下落したりっていうのが今はどちら方向に行くのかっていうのがわからないので、しっかりこのレンジっていうのを意識して、そのレンジの上限下限まで引きつけるっていうことが大切です。なので今日足大枠ではずっとこの緑の矢印のイメージで、レンジをイメージしております。それは GMMA が横ばいだからという、そういう意味ですね。もうちょっとこのレンジを終えてしまえば、今週いっぱいなのか来週ぐらいには終えてくるんじゃないのかなとは考えてますが、そこからの上昇になるのか下落になるのかっていうところを見ておきたい。ただし直近の動きを見ても結構底堅い動きしているのはわかりますよね。この一昨日の動きもそうなんですけれども、強く上昇してきた、その前も結構下ヒゲが出ていたんですよ。でこの下ヒゲね、ということは今上昇しやすい、上昇しようとはしているんです。それでも上値が重い状態で、一昨日一度 GMMA を上抜けました。ただ昨日戻されてきたんですけれども、やっぱりこの上抜けたという事実はありますので、今はこの上昇の初動に入っていった可能性というところを考えておきたいです。ただやっぱり昨日のこの下落大きいですので、基本的にはもうちょっと上値は重くなるだろう。なので現在地付近でもう少し揉み合って値固めがしっかりできるのであれば、そこからの次の上昇になる可能性の方が高いんじゃないかと考えております。チャンネル登録してね。では4時間足です。4時間足は黄色のボックスの中で動いてました。それを前回一度上抜けてますよね。10月の12日ぐらい。それから、昨日も上抜け、おとといですね。もう上抜けてきております。ただ、その上抜けたんですが、すぐにその後戻されてますので、この上抜け部分っていうのは騙し、みたいな形にはなっております。今はまた黄色のボックスの中に戻されてきましたので、このボックス下限を目指していくということも考えられますが、まずは今 GMMA の青帯付近ですので、こういうところでトレードすると打っても買っても負けやすい。先ほど日足の GMMA 付近でもありましたので、今は上がるのか下がるのかっていうのがどちらも 50% ずつだと思っておくのがいいと思います。なのでこういうところでトレードするんじゃなくって、例えば昨日の高値ぐらいまで上昇してくれば、そこからのダブルトップをイメージするとか、黄色のボックス下限まで下がってくれば、この辺下限ってかなり意識されているの分かりますよね。10月の後半ぐらいっていうのはずっとその辺付近、ボックスの下限付近に下がってくれば反発するしっていう動きをしてます。で何度も下ヒゲを出しているところですので、価格ではだいたい 181.5 付近、この辺っていうのが底堅い動きをしてますので、その辺まで下落してくれば、そこからの下げ止まりからの上昇を狙うとか、そういう考え方をしておかないと、中途半端なところでトレードしないっていうのが今は大切です。基本的には上がったり下がったり方向感のない動きをしている最中というところは念頭に置いといてください。では1時間足です。1時間足にはさらに小さな緑のボックスを描いておりました。で4時間足に描いていた黄色のボックスもあったんですが、結局今この黄色のボックスの中、そして緑のボックスの中に戻されてきてますので、まずはこの緑のボックスを1時間足単位では意識しておきたいですね。先ほど言った181円のミドルぐらいっていうのが緑のボックス下限付近になりますので、そのあたりまで下落してくれば、そこからはまた反発が起こりやすい。逆にこの緑のボックスを上抜けてくれば、次は黄色のボックスの上限ぐらいまで、そして黄色のボックスを上抜けてくれば、昨日高値ぐらいまで上昇する可能性がありますので、その辺を見ておくといいと思います。現在4時間日足は GMMA の上にありましたので、どちらに行くかがわからない状態でしたが、1時間足 GMMA の青帯を明確に昨日下抜けてきてますよね。で現在 GMMA の青帯は下向きになってきてますので、本日調整の上昇をしてくれば戻り売りが入りやすい、そういう試合ではありますので、まずは上昇してきたところで GMMA の青帯付近でのプライスアクションを確認しておきたいですね。そこから戻り売りで緑のボックスの下限を目指していくのか、それとも昨日の安値を下抜けられずに昨日の安値付近でダブルボトムで上昇していくのかというところを見ておくと分かりやすいと思います。次は
ドル円を見ていきましょう。ドル円はもうずっと動いてませんね。昨日も一旦下落はしてきたんですけれども、結果的には全然日足を見ているとほとんど動いていないっていうのが現状ですので、日足単位では分かりにくい。ただし底堅い動きはしているんですけれども、かといって上値が重いので上にも下にも行けないという状態、下がってもすぐに買われやすいので、下がったところは買い場になるとは思いますけれども、現在のこの小さな値動きの中ではトレードがしにくいですので、今は一旦ドル円は様子見がいいと思います。では4時間足です。昨日の動きは大きく下落後の上昇、この赤の平行チャンネルの中で現在動いていて、その平行チャンネル下限ぐらいで昨日も反発してきておりますので、この動き分かりやすいですよね。今までもそうです。10月の17日の火曜日、ここでも大きな下髭があるんですが、この下髭も結局はこの赤の平行チャンネルの下限で反発してきてますし、その前10月10日ぐらいのこの長い下髭陰線っていうのも平行チャンネルの下限で反発してますので、この平行チャンネルの下限ぐらいまで下落してくると底堅い動きをするんだっていうことが分かりますね。本日現在また最高値付近にありますので、上値は重くなってます。今までずっと上値が重かったところになりますので、ここからはもう一度下落するっていうことは考えておきたいんですが、下落してくればまたこの赤の平行チャンネルの下限っていうのは意識されてきます。逆に言うと、この平行チャンネルの下限を下抜けると大きめの下落をしていくと考えられますので、その辺は注意ですね。基本的には今 GMMA の青帯は上向きで上昇トレンド中ですし、じりじりと上昇はしてきておりますので、下がったところは買い場になってくるとは思いますけれども、今上値もかなり重いですので大きめの下落には注意が必要です。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯を一旦一昨日に下抜けたんですね。そしてその青帯に沿うように下落トレンドを描いておりました。ただ昨日の上昇で GMMA の青帯を上抜けてきました。再び上抜けてきて、今ちょうどこの GMMA でサポートされるかどうかっていうところを今は見ている段階ですね。ここでサポートされると150円を目指すような動きにはなってくると思いますし、今のところ150円を明確にはタッチしておりません。まずは150円を明確にタッチしてくるような動きを目指すんじゃないかと思いますが、現在は GMMA の青帯でサポートされるかどうかですね。ここで本日サポートされるのであれば一度150円を目指すでしょうけれども、150円になったところっていうのは過去のこの大きな下落がありますよね。ここですね、 150.160 っていうのが一旦直近の高値と考えてますが、そのあたりでは大きくまた下落する可能性がありますので、今は150円を目指してますが、150円を達成するとそこから次大きめの下落になる可能性もありますので、その辺は注意。ここからどんどん上昇についていけるかっていうとそういう感じじゃないので、昨日みたいに下落してくればそこから買っていくことは可能ですけれども、今最高値付近で買うっていうのは危険ですので、その辺は考慮する必要があります。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿と同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方向けに有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。詳細は概要欄をご覧ください。11月から初月無料ですので、ご入会を検討されるなら11月上旬がお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。